僕らが炎上でフライデーとかで分身につきまとい夜中の3時に蕎麦食ってるだけのヒカルトラファイル炎上中自粛なはずなのに夜中の3時に蕎麦その時前さ風俗行ってる人が行ってないそうですね、僕らね、うん、懐かしいな、その蕎麦ありましたね。ああでもない、こうでもないで、はい、何時間も喋ってても腹減りました、飯行きますか、行きますか、蕎麦食ってるだけで、ヒカルさん、ファンですとかって、スーツのやつがずっと待ってんねん会議してたところで、ファンですとかずっと飲んでて、あいつなんですよ、絶対あのスーツのやつが、そいつが蕎麦屋も続いてるんですよ、気持ち悪いと思って、え、キモと思って、マジで、そんなんありました。僕も一応ちょっと被害ありましたけどね。どんな被害や。黒幕は前室だって言うと黒幕は前室だ。ヒカルさん、前室に洗脳されてるんですけど、黒幕前説。これがほんまやったらすごいな。これがほ今もそうやったらほんますごいやん。ヒトラーの横におるみたいな。それよく実はね。それは面白いな、確かに。黒幕前説。いまだに YouTuber 光られてるの、前説。それいつかね、何十年後とかに本書くんですよね。それおもろいな、マジで。ちょっとね、本書きたいな、黒幕前説。ピクサーとしてもいいか。人の操り方、これめっちゃおもろいやん。それやりたいな。そういう設定でもええやん。ドラマやったらすごいどんでん返し。確かに。俺が主人公のようなドラマがあって、最後と最後のもうラストシーンで前スクロークアンフェア以上の衝撃やと思う。普通に催眠術かけてるわけでしょ。そう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 、幼少の頃に。どんな子供やねん。このキャラで生きてきて、マイスさんがずっと親の方みたいで嘘ついて大事にしてるやつが実はそのサイズつけてた。で実はラホさんもサイズいつかのにかけられてるって。そのシーンがあるんですよ。ラホさんにいじられてるのをいじらせてるっていう実は。